お疲れ様でーす。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日のね、動画にコメントがね、200件超えです。はい。皆さん、励ましのコメントありがとうございます。心強いです。はい。今回のね、このことにめげずに、テナントを探して、子供食堂、実現したいと思います。はい。それでね、昨日の夜ね、まっちゃんと、チンゲの王とね、3人で、デートマニアに行ってきたんですよ。このね、子供食堂の話も、もともとデートマがね、仕事を辞めて、話が始まったことなんですよ。それで子供食堂ができるまでの間ね、つないで今のお店に働きに行ったんですよ。本来なら7月の15日でその店を辞める予定だったんですよ。まあデートナーは子供食堂っていうよりも、その夜の居酒屋の方をメインでやってくれることになってたんですけどね。それが延期になったからね、まあデートナーにその話をしにね、行ってきたんですよ。それでね、仕事中だったんですけど、ちょっと呼んでもらってね、席まで。それで、申し訳ないと。こういう事情で、まだ振り出しに話が戻ったと。だからもうちょっと時間くれへんかと。まあそういう話をしたんですよ。そしたらデートナーは、いや、全然大丈夫ですよと。慌ててするより、ゆっくりゆっくり、焦らずにやった方がいいんじゃないんですかと。まあ大人みたいなね、ことを言ってくれて。で、ありがとうありがとうと。ごめんなと。それで、7月15日で、店辞めやなあかんやろと。それどうするってなったんですよ。次の仕事ね。そこの店って、オーナーも店に入ってるんですよ。厨房にね。その今デートナーが働いてるとこは。それで、いや、今オーナーいてるんで一回聞いてみますってなったんですよ。で、お客さんもそんな入ってなかったから、オーナー来てもらったんですよ。それで事情を説明してね、こういう事情やから、続けて雇ったってくれへんかってことを言ったら、心よくね、いや、うちも助かりますと。不幸中の幸いですと。まあ、そんなことを言ってくれたから。デートナーそのままそこで働けるようになったんですよ。だからよかったなと思って、もしデートナーがそこで働けないってなったら、うちの会社で働かそうかなって、そこまで考えてたんですよ。だからよかったです。はい。それでね、昨日デートナーが早出やったらしいんですよ。仕事がね。それで夜9時で終わりですと。上がれますと。そうなったから、じゃあ一緒に飲もうかってことになって、デートナーが今働いてる店でね、4人で飲むことになったんですよ。自分ら3人とデートナーとね。それで、奥さんとか子供も呼んだれと。まあそう言ったんですけど、もう奥さんが子供寝かしたいから行きませんって言ってね、断られて。そしたらデートナーが、もともとね、デートナーが働いてた店、B がよく行ってた店ね、そこでデートナーと B は知り合ってるんですけど、そこのね、アルバイトの女の子、B が亡くなった時に、葬儀場に毎日顔出してくれてたアルバイトの女の子2人ね。その子ら、まっちゃんに会いたがってたから、連絡くれますってなったんですよ。そしたらね、その女の子が2人、行きます行きますって言って、デートナーに言ったんですよ。それで2人ね、来ることになって。そしたら、そのうちの1人のね、女の子の彼氏、その子も一緒に来るってなったんですよ。3人来たんですよ。そしたら、そのね、彼氏がね、頭の上からつま先までね、オールグッチなんですよ。ブランドのね、グッチなんですよ。その姿見てね、まっちゃんが、お前、歌舞伎町でキャッチしてるんかって言ってね、まあそういう風にいじったわけなんですよ。そしたらちょっとね、ふてぶてしい態度ね、あいつらって全部コピーでしょと。自分のは全部本物ですからと。まあこういう言い方してきたんですよ。で、パッて手見たらね、オブロの時計してるんですよ。それもダイヤ巻きのね、あ、しっかりお金儲けしてる子やねんなと、自分は勝手に思ってたんですよ。その時ね。そしたらまっちゃんがね、ほーっと、しっかり金儲けしてるんやなと、まだ若いやろって言って、しっかり金儲けしてるんやなって聞いたら、いや、そんなことないですって言うんですよ。で、仕事何してるのって聞いたら、いや、土方ですと。土木関係の仕事してますと。しかも、働いて、2ヶ月ぐらいらしいんですよ。働き出してね。1日ニット1万円ぐらいじゃないですか。そんな子がね、オールグッチで
ウムロの時計なんか買えないんですよね。だから自分は何か悪いことしてるんかなと、まあそういうふうに思ったんですけど、話を聞いたらね、そのグッチの服とか靴とかキャップとかね、そういうのを先輩から買ってるらしいんですよ。それもね、 T シャツが2万円ぐらいとか、あとスウェットパンツのグッチが3万5千円とか、靴が5万円とかで買ってるらしいんですよ。あ、むちゃくちゃ安いんですよ。で、自分は、あ、騙されてコピーを買ってるんやなと。もしくは、盗んできたやつを買ってるんやろうなと。まあ、勝手にそういうふうにね、想像してたんですよ。そしたら、王がね、そのグッチとか、時計とか、ほんまもんって本気で思ってんのって聞いたんですよ。そしたら、またふてぶてしい態度でね、いや、ほんまもんですよと。先輩、そういう仕事してるんですよと。だから、安く買えるんですと。まあ、こういうことを言ってきたんですよ。そしたら王が、いや、少なくとも、その時計は 100% 偽物やよと。まあ、そういうふうに言ったんですよ。王はね、よく知ってるんですよ、仕事柄。そういう買い取りショップやってるからね、王の会社は。だからよく知ってるんですよ。そしたら、その後、顔色変わってね、それ嘘でしょと。嘘じゃないよと。おっちゃんは、そういう仕事してるから、すぐわかるんだよと。それで T シャツをね、パッと触ったんですよ。この T シャツも偽物、このスウェットパンツも偽物、全部偽物って言い切ったんですよ。そしたらもう泣きそうな顔しだしてね、その子。時計は20万で買ってるらしいんですよ。それでまっちゃんがね、その子泣きそうな顔してるのにね、腹抱えてね、笑い出して、そんなやつこの令和の時代にいてるんかと。これが昭和ならわかるけど、令和にそんなやつまだおるんかと。びっくりするわってね、ゲラ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 笑うんですよ。その子は泣きそうな顔してるんですよ。どうしようどうしようっていう感じなんですよ。そしたらね、びっくりすることが起きるんですよ。デイトナがその話を全部聞いててね、誰から買ったんと。そのコピーをね。そしたら、何々さん言う人ですと。そしたら、デイトナはその人間のことを知ってたんですよ。そのコピーを売った人間ね。その人間のことを知ってたんですよ。それで電話し出したんですよ。で、もしもしと、何々ちゃんの彼氏にこういうもん売ったやろと。時計とか服ね。で、売ったと。騙したらあかんやろと。お前やってることは詐欺と一緒やと。お金返してあげてくれと。そしたら何か向こうはね、言い訳してるんでしょうね。そんな言い訳どうでもいいと。とにかく金返してあげてくれと。今、なんとかなんとかいう店にいてるから、すぐに持ってこいって言ってね。デートナーめっちゃ偉そうなんですよ、その子に。むっちゃ上からなんですよ、言い方も。でもそのコピーを買ったね、彼氏、その子はもうやめてくださいって感じなんですよ。もうそういうことを言わないでくださいと。後の返しが怖いんですよ、結局ね。それでデートナーは大丈夫やからって言ってね、言うわけなんですよ。それで、すぐに持ってこいよって言って電話切ったんですよ。そしたらまっちゃんがね、お前、鳩みたいな顔して、すごいなと。かっこええやんけど、昔、悪かったんかと。不良してたんかと。まあそういうことをね、まっちゃんが言い出したんですよ。でも、鳩っていう顔ね、確かに鳩みたいな顔してるんですよ。それでまあみんなクソ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 って笑ったんですけど、その、コピーを買った彼氏、その子だけはビビってるわけなんですよ。その先輩のことを。そのコピーを売りつけてきた人間ね、その人間のことが怖いんですよ。だから顔がもうこわばってるわけなんですよ。それでデートナーが心配ないよと、大丈夫やからと、来たらちゃんと話してあげるから心配するなと、そういうことを言うんですよ。そしたらまっちゃんがお前ほんまにかっこいいなと、なんやと、お前ヤンキーかもとって、まあこういうふうに聞いたんですよ。そしたら、いや昔ちょっとだけそういうこともしてましたみたいなことを言い出すわけなんですよ、デートナーが。それで、ほんまかと。逮捕歴あるんかと。そしたら、逮捕を、まあ、5、6回されてますね、と。婦女暴行とか、強制わいせつ違うやろうな、と。まあ、まっちゃんはね、そういうふうに聞いたんですよ。そしたら、違います、違います、と。基本、喧嘩が多いですね、って言って。まあ、こういうことを言うんですよ、デートナーが。それで話聞いたら、少年院も2回行ってるんですよ。よくこんな真面目になれたなと。今ものすごく真面目な頭の低いね、むちゃくちゃいい子なんですよ。好青年なんですよ。そしたらデートナーが、結婚して子供できたら普通こうなるでしょと。いつまでもバカなことはできませんからね、って言ってね、
もっちゃ大人みたいなこと言うんですよ。自分らね、結婚してもずっと役立してたんですよ、3人とも。王は違うんですけど、自分もまっちゃんも途中で処分されたから、しょうがなしに肩切りになったんですよ。でも、デートの言うてることは、ものすごく正しいことを言ってるんですよ。それでまっちゃんが、そういうこと言われたら、ものすごく俺気分悪いわ、って言ってね、まあ言ってたんですけど、でもデートがすごいなと思って。で、そうこうしてたらね、来たんですよ。そのコピーを売りつけた先輩が。そしたらデートナーの横行ってね、ご無沙汰しますって頭下げるんですよ。で、デートナーも、お前そんなことしたらあかんやろと。この子俺が可愛がってる子やから、もう二度とそういうことするなよと。それと、いじめたりするなよと。そんなことしたら、俺我慢せえへんぞとかね、言うんですよ。お金を返しに来た子も、むちゃくちゃビビってるんですよ、デートナーに。すごいなと思ってね。今そんな風に全く見えないんですよ。むちゃむちゃ普通の青年なんですよ。人は見かけによらないなって思いましたね。はい。それでまっちゃんがね、お金を返しに来た人間、コピーを売りつけてた人間ね、その人間に、お前ちょっとここ座って、いっぱい飲んで帰れと。それで仲良くしろよこれからとかね、言い出したんですよ。だからその子も、はいはいって聞いてましたよ。それで早飲まんかいと、頼めと。そしたらその子ね、カルビスチューハイ頼んだんですよ。そしたらまっちゃんが、悪いおかまかこれ言うてね、怒り出して。男あったら、そんなもん飲むなって言って。お前そんな酒飲むから、コピーみたいなの売って、金儲けそんねんって言って。そんなまがんって言って、飲むなって言ってね。それで焼酎のロック飲ましました。5杯ぐらい続けて。で、その子ベロベロになってね、ちょっとかわいそうでしたね。お金を返しに来て、酔わされて、デートナーにかまし入れられて、ふらふらっとね、寝れながら歩いて帰ってきました。はい。でも昨日はちょっと、デートナーを見直しました。はい。ということで、今日は、まっちゃん VS、カルピスチューハイの話をしてみました。ということで、今日は、この辺にしたいと思います。じゃあ